ちいい。気持ちいいわ。そうなのね。そうなんすよ。あったかいでしょ。あったかい、うん、別府駅前なんですけど、はいはいはい、駅出てすぐに温泉があります、手湯って言うんです。手湯珍しない？足はよくあるけど、ね、手湯、手湯です、手湯。あれ元気な声が、あら、あら、あら、どうも、またね、またこちらが、はい、あの別府市の看板娘のお二人です。看板娘って言われても普通に一般の旅行客と変わんないですよね。そうですよね。ですよね、こんな浴衣着てたらね、はいはい、来てたら、でもこのお二人なんですけど、はい、もう別府温泉を知り尽くした方たちなんです。あ、そうなんですか。はい、そう、看板娘の二人は別府八湯温泉道名人。別府市内の88カ所の温泉を回ると得られる称号で、まさに別府温泉のスペシャリスト。2人の案内でディープな温泉巡りの始まりです。別府駅から海の方向に10分ほど歩いてきました。もう別府の路地裏です。朝すごい早いんで、ね、この入れる温泉あります？大丈夫ですか？ね、はい、ね、朝6時くらいからやってるところが多いんですよ。朝6時から、はい、そんな時間から。早いっすね、はい、それがですね、もうこちらの温泉です。あら、あら、はい、寿温泉。はい、またなんかいいっすね。レトロな感じがすごいしますね。100年以上前から地元で愛される寿温泉。鉄分が多く子供を授かる子宝の湯としても知られています。別府にはこのような温泉施設がおよそ150あり、誰でも楽しめます。なので散策の途中に立ち寄り湯もおすすめです。よいしょ。あらー、一汗かいた後は喫茶店で小休止と思いきや、ここでも温泉券ワールド炸裂です。はい、はい、いらっしゃいませ。ね、はい、珍しい学生よく来た。いや、学生よくじゃないですよこれ。爪襟。いや、爪襟じゃないですよこれ。かすごい不良か。いや、すごい不良とかじゃない。こういうシャツですよ。シャツですか。すいません、マスターですよね。はい、マスター、はい、じゃあちょっと飲むの、じゃあこれを、はい、6つお願いします。はい、承知しました。はい、お願いします。じゃあとりあえずどうぞ、はい、こちらへ。え、ちょっとこちらの方へ。ほら、もう呼び出されたじゃないですか。校舎裏に呼び出された。校舎裏に呼び出されたじゃないですか。これを知られるな。何だ、何、ごめんな、代わりに。いや、そう、何、どういうことですか。ちょっとおうち、あれ、え、怖っ。離れに向かうと、あったのはやっぱり、おー、おお、はい、お風呂でございます。温泉でございます。温泉がここにあるんですか。はい、おお、暑い。あー、気持ちいい。実はここ、メニューを注文すれば温泉に入浴できる喫茶店。温泉好きが高じて浴槽もマスターが手作り。全国的にも珍しい隠れ家的な温泉カフェです。お風呂ありましたよ。いや、でしょうね、聞こえてきたんで、ちょっと声がね。すいませんよ、ほんとに暑い。暑かったですね。一番の印象それ。いや、でもね、暑かったですけど、使ってるとね、はい、すごい体が気持ちよくなります。あー、はいはいね、もう今ポッカポカすもん。ていうか、なんで
俺ら入らせてくれへんの。これどういう2人がもうその学生服いじったからお前ちょっと恋でやっぱ呼びなさいって言うんですか。あ、そういう流れでことだと思いますよ。じゃあそこはいじったらダメという。そうそうそう、このね、お気に入りのシャツですから。あれですか、これビーフシチュー頼んでお風呂にも入れるんですか。はい、もちろん。あードリンクだけじゃないんですね、こっちの。そうですね。でもこれクリームシチューでは温泉入れないでしょう。大変だよ。分かるやろ、ワンオーダーや。お二人はどうですか、別府温泉の良さっていうか。別府温泉、別府って本当に生活に温泉が密着してるんですね。徒歩ね、30分のところに郷土温泉があるんです。そこに、そうだから、そこに毎日温泉に入る。あ、それも贅沢かもしれないですね。そうですね、贅沢ですね。宮下さんどうですか、やっぱり何が面白いんです。いや、え、ちょっと顔見て今すぐ笑いましたね。僕結構僕らの先輩が相槌打ってるだけで何でその爆笑するんですか。パッと入ってきて、あ、でかいからね、でかいから距離感がね、お振り向いた時にね、ちょっと圧迫感がすごかったのかな。目の前にいると思ったんですよね。こんなでかいかなと思ったよね、実際近くで見ると。あ、そう、嘘に慣れていただきたいですね。別府温泉を使ったグルメを求めてやってきたのは地熱観光ラボエンマ。ここで体験できるのは、もうすごい湯気ですけどね。ね、すごいね。八木さん、ここで体験できるのは、はい、ここでは地獄蒸し料理。おー、来た、蒸し、はい、地獄蒸し料理。すぐ地獄で蒸しますよね。はい、美味しそうね。そう、ここでは温泉の蒸気を利用した別府名物地獄蒸し体験ができるんです。食材を釜に入れ待つだけで出来上がり。蒸しただけと思ったそこのあなた、侮ってはいけませんよ。別府地獄蒸し完成しました。蒸し上がりましたね。美味しそう。いただきましょうか。食べましょう。いただきます。うわー、見てください、このタイ。うん、蒸すことによって旨味がギュッと閉じこもってるね。よかった。蒸し加減が最高。ピザ、あれ、ピザどうですか。あの、なんか初めての食感やけど、あの蒸しパン的な感じのあったかいやつにこうチーズがかかってるっていう感じやから、ちょっとふっくらする感じの、ちょっと別物ですけど、これはこれでありというか。この温泉の泉質が塩化物泉なんですよ、はい、なのでちょっとほんのり塩味がつく、自然と、はい、いい塩加減がね、なるほど、それがいい塩梅になる。そうなんですよ、自然の塩味で野菜とかすごい甘くなります。うんまい、うん、あんまい。ちなみにここでは足湯を楽しみながらの食事も可能。余すとこなく温泉を楽しめますよ。で、ここまで案内していただいた別府の看板娘お二人なんですけど、はい、ここでお別れとなります。ありがとうございました。もうちょっとなんかあるでしょ。ちょっと紹介していただいて、地獄蒸しが美味しすぎてごめんなさい。最後に二人にお礼の気持ちを込めて、原西さんから一発ギャグを。あ、そうですか。はい、お願いします。これ分かりませんけどね、これは恒例なんでね、はい、いや本当になんかあの珍しい温泉なんか、紹介してもらったりとか、こんな美味しいものをね、紹介していただきまして、本当にどうもありがとうございます。お世話になりました。本当にどうもありがとうございます。え、シャック知ってたらシャックれてきたよ。わけわからんわ。わけわからんねん。せんねんな、こんな感じで。なんでしゃくれてくんねん。こんな感じで終わったってごめんなさいね、ほんとに。こんだけない。あ、しゃくれたままって。いや、この人ぐらいとね。え、シャックすんな。あ、幸せ。幸せいただきました。ありがとう。